日本東京都北区田端田端は東京都北区の町名。現行行政地名は田端1丁目から田端6丁目。郵便番号は114-0014。東京都北区、滝野川地区の東部に位置している。田端1丁目と東田端1丁目の境に JR 山手線、京浜東北線の田端駅がある。2008年秋に駅、ビル、 アトレビ田端が完成した。滝野川警察署、滝野川消防署の管轄下にあたる。住宅地の地下は二千十七年の工事地下によれば、田端にの十一の十三の地点で五十二万六千円、平方メートルとなっている。江戸時代の豊島軍田端村が起源。現在の田端駅は、かつての田端村の崖地だったところにあり、従来の田端は、駅西部、いわば崖の上側、 道館山大地上にあった。江戸時代には、江戸の鬼門を守る上野東英山関永寺の寺業が多くを占め、このほか多くの実社が建てられた。うぐいすなにに住んだ、明治の廃人、正岡式の墓がある大龍寺も田畑である。田畑村は1889年の町村制志向により来た都島郡滝野川村大技、田畑となる。 1930年には、大和田端より一部地域が、大和田端新町一から三丁目として分立。滝野川町は1932年に東京市へ編入され、滝野川区へ移行し、大和田端は田端町となる。1947年に、滝野川区は大軸と合併式宅が成立。1965年以降、 田畑町に順次住居表示が施行され、田畑1から6丁目、東田畑1から2丁目、中里3丁目の一部となって、現在に至っている。田んぼの端に開いた村であることから、田畑と名付けられたと言われる。1896年、日本鉄道線の上野駅と王子駅の間に、田畑駅が開設された。2年後の1898年、駅構内の崖を削り、 薬卓を造成した際に、臓類の牙の化石が発見され、東京帝国大学理学部地質学教室に持ち込まれた。大学院生だった徳永茂康が翌年にかけて現地で調査し、海生砂層とローム層に挟まれる青灰色粘土層から旧史2本を採集した。徳永はこれらを記載した論文を1906年に発表した。これは日本人の手による 最初の脊椎動物化石の研究であり、専門家の手によって採集され、産出層順等の情報と共に記載された脊椎動物化石としても日本初であった。徳永はヨーロッパのアンティクウス像のものとしたが、現在では独立しナウマンゾウのものであることがわかっている。これらの標本は犬塚ノリクによって再研究され、若いオスのナウマンゾウの左下顎第一大級士、 右科学第一大級史、第九お及び、左摂氏であると同定されている。このナウマンズをたばた標本は、東京大学総合研究博物館に保管され、レプリカが、北区飛鳥山博物館に展示されている。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。かつて存在していた。 教育機関、ありがとうございます。